はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンテリー、毎日更新でレトロゲームを遊んでおりますの的な動画ですよ。はい、今日のゲームはこちら、ワールドカップサッカー。はい、まあサッカーゲームですね。はい、メガドライブ初のサッカーゲームになるのかな、これが。というわけで、やっていきましょう。カセットは合ってるかな、これかな。うん、こんな感じですね。はい、すごい体勢だなすごい致命的な瞬間だなキーパーそうなんとかならんかったのかな、それはい、というわけでやっていきましょう。今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームかやっていこうぜ的な感じですよ。はい、サッカーゲーム、スポーツゲームの場合、とりあえず一回やってみようかなって感じになるかな。よろしくお願いします。セーガー、1989年でしたね、これね。何今のバモラっつったね、多分ね。ワールドカップテストマッチ、テストマッチをいったんじゃ、やってみようか。セレクトユアチーム、ジャパン、まあ、コリア、チャイナ、モンゴル、ロスイア、ソビエトか。ここどこだろう。あ、エジプトとど、うん、どわー、ちょっとあんまり自信がない。オーストラリア、今んとこないですね、この時代は。で、ブラジル、これどっちがどっちか、ここはチリで、ここはアルゼンチンか。ここどこだ。わー。ちょっと地図見てみなあかんな。で、メキシコ、アメリカね。4つに分かれてんな。どこかどこか、イングランドでしょ。ここウェールズかな。あ、違う、イングラ、ウェールズ、アイルランド、えスコットランド、えん、あんま自信ない、自信がないな。スペイン、ポルトガル。あれ、ポルトガルない、あれ、フランス、あれ、ドイツ、あれ、ど、あ、ちょ、分かんなくなってきた。イタリア。イタリア、ブサイクじゃない、なんか。なんか、いろいろありま、いろいろありまんねん。オランダ、オランダとドイツがあるか。この帽子ドイツんだ、それはオランダっていうのは、国が隣だから成立してるギャグなんだよっていうのを聞いたことある。スペインとポルトガルも隣だよね。うわぁ、ちょっと改めて地図見てみないと、どこかどうかわからんな。で、スイス、ハンガリー、わからんな。そんな感じです。はい。国旗で教えてくんね。国旗出してくんね。ちょっと待って。あ、まあ、ジャパン行きますか、一旦ジャパン行きますか。いや、一旦ブラジル行きますか。相手チームをあのジャパンにしてみるか。あ、ここに書いてあった。あ、バン書いてあったじゃん。ブラジル。だから5が多分マックスなんでしょうね。キーパーが4なだけでもう文句なしですね。ここどこ、あ、ペルーか。ペルーなのペルーとこの当時結構強かったのかな。ウルグアイ、ウルグアイか。ってなるとパラグアイってどこなんだろうな。スキル5。アルゼンティーナ。おお、まあまあまあ、ブラジルに少し、ディフェンスが劣るけどと。ブラジルディフェンス5のイメージはあんまないけどな。まあいいや。メキシコ。アメリカ、USA。うわ。え、USA でこれだったらジャパンどうなんのこれ。ここはモロッコか。あアルジェリアそこなんだ。エジプトじゃなかったか。チャイナ。おお。あ、USSR 強い。あ、そんな強いの、間違えた。何今のポーンってことか。コリア。レプコリア。ディフェンスに。ひどいな。この時の韓国はそれなりにって感じだったんだな。アジアの中ではそれなりにって感じだったんだな。ここはポーランドか。へえ、ポーランドなのそこ。あ、西ドイツの時代か。そうか、そうか。ちょっと待って。ここはデンマーク。デンマークデンマークってそこだ。デンマーク、そうだ。北欧の書き方が変だ。あ、いや、デンマーク。まあいい。ホーランド。ほ？オランダだっけ、ホーランド。ベルギーね。で、フランスね。あ、パラメータ見てねえや。で、スペインね。イタリア。イタリアやっぱディフェンスが5ですね。イングランド。おー、スキル2だけど、スピード、キーパー。スコットランドね。おー、オール3。スーパーバランスチーム。ユーゴスラビア。あ、はいはい。ハンガリー。あー、ハンガリーも結構強いんですね。まあ、というわけでブラジルを選びましょう。イエス。
カルロス、ビッ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 ター、ビット、ビトロ、カルロスで。わあ、そんな中選ぶの？いや、誰でもいいよ、別に。え？A ってなんだろう。フランコ、ジュニア、ズイコ、ズイコ、ズイコ、ス、ソ、ソ、ソクラテス、あ、聞いたことあるね。セ、セラゾ、リベリーノ、リベリーノ、うん、わからない。のペレインじゃん。カレッカ。ペレ。わー、全員なんか、カサグランデ。で、ジャパンで。あ、相手チームは見れないのね。ちょこまか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 かわいい。 A でショートパス、 A でショートパス、惜しかったな今の。ショートパスがそのままシュートで投げかけましたね。 B ボタンがロングロングな感じ。え、 C ボタンはなんだろうね。コーナーキック。 A ボタン押してみるよ。取られました。キーパーが帽子をかぶっています。若島津スタイル、若島じゃがね、若林スタイル、現像スタイル。ここまで無双できるゲームは珍しいね。なんかね、相手が レベルがあるとはいえ、でもその力加減がわからんな。もう競り合いで 100% 勝てるもんな。あ、カウンターカウンターカウンター、カウンター戦術。ちょ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 、カーソルカーソル、おいカーソルよ。よし、もショートパス。 B がロング。C がなんかあれだな、なんか優しい優しいパスだな。 A が、おいおいおい、どれがシュート性のキックになるんだろう。あれ、取られてる。あ、キーパー、キーパーにいきなりカーソルが行くの、すげえ罠やな。なんかのゲームでその、おいおいおい、あ、スライディングっていうのはちゃんとあのね、スパイクの底裏を見せる、手敵の足を狙いに行くんだよっていうのか、あのやっぱね、日本のちびっ子たちはキャプテン翼から教えられましたからね。とんでもねえ教科書やで。A ボタンがスライディングだ。完全に後ろなんだよな。A ボタンがシュート性のあれっぽいな、なんかキックっぽいな。思いっきり上からしてんの、サッカーゲームで初めてかも。
トップストライカーみたいなナムコのサッカーゲームがこんなだったっけな。でもキャラクターは、あれ取られてる。だから敵陣に切り込んで C ボタンでセンタリングじゃないけど、こうマイナスクロスを上げて、マイナスクロス、どっちに攻めるの。ちょっと相手の動きを一旦見よう。よし、コートチェンジしてるね。意外とコートチェンジっていうか、サイドチェンジしないゲーム多いからね、サッカーゲーム。おい、なんだ今のクソシュート。やったぞ。チームに差があれば多分だけど、危なっゴールの方に転がしていけばなんか勝手に決まるっぽい。まあ、こんだけチームに性能があればの話だけど、まあ、この時代だとひいき目に見てもというか、まあ日本はこのぐらいの感じだったんだなっていう感じなんだろうな。まあね、自分の国のパラメーターめっちゃ高くするのダサくないっていうところだろうけど。キーパー、PK がみたいな。あれ PK がみたいなって思うけど、敵の方がファウルっていうか、ファウルまだ見てないね。あれ、これもしかしてこのゲームファウルないんじゃない。よしよし、殺せ殺せ、よし殺せ殺せ。およそスポーツマンとは思えないコメント。あ、 A ボタンはシュート、ゴールに向かって蹴るわ多分。C ボタンがショートパスだ。あ、出してる、危な。で、 B ボタンがロングキック。にゃあ、お、オーバーヘッド的な動きしたね今。当時のサッカー少年たちはやっぱね、強い威力の球を蹴ろうと思ったらオーバーヘッドキックをする。ああ、やられました、やられましたっていうか、キーパーにカーソルが勝手に行って、キーパーがオートじゃないのがやばいですね。キーパーがオートじゃないのと、勝手にキーパーにカーソルが行くから、結果キーパーが勝手に動かしたことになっちゃうっていうのがやばいですね。あら、
出しました。日本人とは思えない顔でしたけど今。あ、しまった。あれ。ディフェンダーの間を抜くドリブル。よしよし。味方が出してん、出してん、出してん、出してんのお前ら。89年っていうとどんな時代だろうな。まあタイムアップ、ロスタイムなんてものはねえです。というわけで、ジャパンが原と柱谷が決めました。柱谷が決めました。あ、さっき決めたのペレじゃないんだ。セーガーですって。じゃワールドカップ見るか。ゴールつってんのか。え、2番目に強いチームどこだったの。結局アルゼンチンが2番目に強いかな。パラメーター、フランス強いね。フランスって割とずっと強かったのかな。フランスのワールドカップ取るまではまあなんていうか、なかなか上位に食い込めないっていうイメージはあったけど、西ドイツがこの時代クソ強いよね。これか。あ、でもスキルがそうでもないな。パラメーターの足し算だけで言えば、あ、一緒か。足し算で言えば、で足し算で言えば一番強いのはやっぱブラジルか。ちょっとジャパンのあのメンバーだけ見ようぜ。メンバー見て、そのワールドカップとやらどんな感じか、あと操作性の違いも見ようぜ。松井、森下、どう。じゃあ松井で、加藤、勝也、石上、津波、お、津波さん、奥寺、あ、奥寺さん、ちょっと聞いたことあるような名前の人が聞いたことある人なのかは限らないけどね。お、フリーキックの名手、木村、与那城、知らない、越後、三浦、三浦ってもしかして三浦かもね。相当若いんじゃないこの時期の三浦。で柱谷、戸塚、原、長井、鎌本、ちょっとパラメータ見て、鎌本のパラメータ見て、鎌本のパラメータ見て、オール5チートキャラすげえのがいたな超強いじゃんこのゲームの一番の盛り上がりどころは鎌本のパラメーターでした。ありがとうございました。お、そして厳正なる抽選、厳正なる抽選が行われております。これ地域はちゃんと分かれてるんでしょうか国と地域はちゃんと分かれてるんでしょうか。どっか市のグループとかない。パッと見分からんな。まあでも強豪国は一応分かれてるっぽいかな。やっぱグループ D がなんかもうあのねぬるいよねアルゼンチンとハンガリー確定じゃんみたいな感じだ。あの確定じゃんからの番狂わせがあるのがスポーツってもんですからね。ジャパン VS モロッコですって。ちょっと操作性の感じを見てみようかな。あ、そんなに大きくその動きが重いみたいなことは感じないけどな。モロッコはこの時から赤いユニフォームなんですね。どうだったっけ、赤だったよね、そのワールドカップの時。日本は白なんですねこの時代、その青じゃなくて。94年ぐらいまではなんか白青のイメージでしたよね。フランス
アトランタ、まあ J リーグ始まってからなんか 青白というか白青から青白になったというイメージかな。よし終わろうか。はい、というわけで、そんな感じでワールドカップサッカーでしたっけという、あ、勝手にゴールキーパー蹴るのね。お、今日のキープ率、あ、決まりました。鎌本でゴール決めたいけどな。よし、そんな感じでありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。ゲームセット、ゲームセットじゃない、ホイッスル。